ね。いただきます。頑張れー。はーい、頑張れー。そう、有塚さんですよ。ただ料理は豚屋さんですね。うん、うん、ほうれん草メンバー、はい、あれ、はい、あの石井さん、店長さん、あのもう気づいちゃった。まあ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 、何か異変に気づいたようですよ。なんでしょう。うん、宝探しだよ。宝を見つけたなんか。グリーンピースすごいよこれ。グリーン。本当。うん。でも美味しいよね。うん、いやこれをミニ丼一杯やったら悪くないかな。ちょっと思うでしょ。じゃあ、え、そうじゃないの。下までグリーンピースだよこれ。それ食べてからお楽しみ。まあ、最悪味変あるから。うん、あるんじゃないですか。あ、もうライブアクションの祭りですね。豆と間違ってグリーンピースです。まさしく那須川君のこの笑顔のごとく平和の象徴なんじゃないでしょうか。グリーンピースだけはね。グリーンピース。うん。そんな感じで那須川君もまた頑張っていただきましょう。引き続きね。まあ、よかったらじゃあ感想聞きましょうね。普通のニンニクの餃子、シソ餃子、あとは水餃子バージョン。
グリーンピースがすごい下全部グリーンピースだってそっくりじゃないよこれすごいねグリーンピースでそこまでキロがいったのは、ね、逆にすごい米じゃなくてグリーンピースでそこまでいくの平均さんグリーンピースキロありますよね何よ豚のそんなにグリーンピース食べてない気がするグリーンピースキロ超えてますよねこれピースだけになるほど。グリーンピース2キロだそうです。すごいでしょ。すげえ。あれも一体右の壁。なんだよ。あの壁を。右の壁で落ちたの。あの丸ボールみたいな感じで。え、右の壁でグリーンピース。ここ。あれもテスト版どういう感じになるかっていうのを。あ、そうなんだ。その後に。ミスによっては僕の発音が見えるし
あの言い方によっては単純にちなっちゃんがちょっとあの言い方に実は出会いにできないみたいな感じだったんであれちょっとね、あの誤解が生まれる感じだったんで食べてたもんね、絶対すいません、リロカリーありがとうこれ、この子のプレゼンええな、どんちゃん食べてるもちろん食べて食べてただ今日の会見、全部ラスカル君持ちだからお兄さん、やだ、スペッキングいやいや、初対面なのにちょっと伝えた上で、ラスカル止めてなかった僕とラスカル、どっちが好みですか？え、好みですか？好みかそんな、なんか全然好みですか？本人的に怖くなければ、別にあの、ボケ拾ってもいいから僕は基本的にボケ拾ったらいいすげえ、なるすごいね、なんか世界のなんかいろんな人が見てるから。で、一番最初に確か。やめてよ、それよ。でも、急だってことは。なんでよ、本当に意地悪いことやめて。急だって、本当に意地悪いことやめて。でも、僕より高い人に聞いてた人が覚えてて。いや、でもなんか私は低いことかすごい言い訳ですけど、弱くて、ほぼ。だってさ、グリーンピース2キロだって。でもご飯の部分3。グリーンピース 2.5? あのね、さっき2って言ったの。そしたら、ブタヤザの店主が多分余っちゃったんだろうね。500グラム入れちゃったんだろう。なるほどね。うん、米は愛情盛り。米は米が少々。米が1。1?すごいじゃん、ラスカルさあ、ごめん、2ですか。グリーンピースの方が多い。うん、若干ね。はい、ただ豚は予定より 500g 多いから。うん、そうだ、ただ豚は楽しめる。うん、うわー、どう、これなんか追い飯してもうまそうだ。うん、絶対追い飯してか、追い飯した方が絶対いいんだけど、なんかもう香りだけでビール飲めそうですね。で、そこの方がね、多分タレがすごくあるから、ちゃんと混ぜないと下の方でむくむ要因になっちゃうから気をつけて。すごいよな、すごいすごい。パチンコでなんか大当たり出たみたいな感じ。すごい。ドル箱いっぱいになっちゃった。これはすごいな。お腹減った。これは戻る。これは食べづらい。個人としては。僕は寝ますか。これね、ちょっと米残ってるでしょ。これ大事に大事に。初めてだよね、具を大事にするのに米を大事にするっていうのが。米追加はありですか？いや、米はそんな追加しない方がいいんじゃないの？なるほど、うん、米追加ってのはちょっとおごりがあると。うん、そう、とりあえずやっぱりバランス考えて出してくれてると思うから、やるなら追い飯ってことですよね。やるの、それはそれで食べきった方がいいんじゃないかな。
で追加するのはせいぜいラーメンとか。まあそうだね、うん、うん、なるほどなるほど。そういった感じで頑張ってもらいましょう。ラスカル君でございました。ここ来ますかね。そしてチラチラ優しい。これがネギまみれ。これやばくない？ネギまみれ。やばあげだよ。やばあげだよ。いいですか？これも CM 使いますね。アリスカさんの CM 使いましょう。どうなの？対応されるかな？全然よ。ここに需要があるのかな？国際発信する。発音がいいぞ。そうやって食べるもんじゃないか。上に2、3つ乗っかってるやつだから。あ、そうですよ。彩りだよ、うん、飾り。好きだね。あ、こっちを見ちゃおう。見るじゃないですよ。いいと思う、うん、緑は世界の平和をね、象徴する。お肉より乾杯。お肉より硬い。どこに育ちがいたらしいですか？どこで言う？私は言っていやいや、普通の硬さでこれグリーンピースの最高。入れすぎなんじゃない？俺の知ってるグリーンピース硬さを。また一粒食べてごらん。コメントで気づいた。普通だから硬いのは気のせいだから。こっち本体だからね。硬いです。今で分かった僕に興味ないけど、つなぎさんは僕には興味ないけど。いやでもご飯したかったんで。そうだね、味が付けてない仕上げるの。グリーンピースは好き嫌い僕は、うん、あ、好き、うん、じゃあ大根。あんまり全然行かないけど、何かつまみセットだね。何って言われると注意つきますけど、これ見たら分かるかも。超おつまみ。こんな感じなんて全然おつまみです。ビール進むでしょ。ビールを飲むための食事だったんですけど、できたみたいです。運勢みたい。よく分からん。ラスカル君にラスカル君にあんま進めないから。グリーンピースの方が意外と美味しい。あれがない。あごが、ハグはやばい。リハビリリハビリ。サボってたからさ。サボった。お兄ちゃんないよ。誰だ？あれか、アンジェラさん。本当に、やめて、本当にお顔してくれる。マジやったね。マジで帰ったの無理だよ。あ、寝るか。なんだよ。いいけど、僕ちなみに告白するけど、振られたら僕これだけはこうすごいテンション下がるよ。それでいいんだったら、どうぞって感じだ。じゃあ、ふだちゃんのファンが怖いって聞かせたい。みんなふだちゃん、そんな感じだ。刺されるから。刺されるから。ドラちゃんのファンが、普段も実践
込みで僕のファンだけじゃなくて、普段例えば荷物寄っちゃうと僕だと思う。来ました来ましたよ、皆さん、お待ちかね。これは美味しいんですね。楽しみ。どこのセブンイレブンでそれ売ってるから。いや、売ってないですよね。嘘は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 。むしろ売ってたらちょっと欲しいよね。人気でも。例えば、ちなっちゃんの本気で演じてたら、ほとんど持ってわざと本気で行くよ。あ、いいだね、ほんとに行くじゃん。例えば、カリブの時もそうだったけど、やっぱり普段カリブの本気で演じてたら、僕の動画何日か続くじゃん。で、どん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 自分が食べれるようになってくる。3日目とか4日目とか、おおみたいな。結構食えるようになってねえ、私みたいな。そうだね。うん。6キロぐらいですよ、実は大会週に7キロかつてくれたので、それめっちゃわかる、すげえわかる。あとなんか、これはなんかよくみんな言う、サークさんも言うんですけど、なんかね、大会に出るとドーパミンみたいな、これ出るから、普段より全然食べれるの。なんか変なさ、スイッチ入っちゃって、そのボクサーとかの集中してるのしないことは、で、あとから、うちみたいになるんだけど、キャパ超えてるから普段そんな食わないからさ、なるんだけど、その感覚って、僕らはこういう動画とかとか、ちらちゃんとかテレビに撮ってやったりとかしないと、実際その現場に立ち会わせるの分からない感覚なんだよ。絶対普段ではなんないんだよね、多分。食べ放題行って、長くなって食べてよって言われて、いや無理無理。そう、絶対無理ってなる。普段、なんか私もね、チャレンジ、ドラちゃんとかラスカーさんみたいに、すごい、頑張って思い出した。話に夢中になってた。今日めっちゃ楽しみにしてたのよ、見ると全然知ってた。なんか何の話してるの、それバカ生まれ。何の話してるの。すいません、ビールください。まあ、絶対ありっぺにいいよ。ちょっと見に行ってみますか。見れば来るまで。あ、もうだいぶ。ご飯ない。本当にご飯ない。ね。味濃くない、それ。はい。辛いよね。うん。あ、ちょっと肉だけ言って、うん、そこまであの人たち濃くすると思ってなかった、うん、僕入れてきちゃって、それは本当にごめん、うん、あ、ビールお願いします。うめ、ん、ちょっと酔いできたよ。すごい、すごい、うん、顎やばい、顎やばい。まあ、言い方悪いけど、まあ、こう必死になってる時はちょっと丸飲みに近い状態になることあるじゃん、うん、たまに。できない、これ無理無理無理。胃の容量としては容量は全然容量大丈夫。あ、来た。グリーンピース、さすがにみんなさすがにグリーンピース 2.5 って食べたことないからよくわかんない世界。そうだよね。うん、ガチ未知の世界。未知だね。本当にえげつない。だって業務スーパーとかでグリーンピースあれ5袋ぐらいで売ってるんだ、これ。そうだね。あの花マサとかで売ってるやつだと、あれ500じゃん。花マサのあれ1キロ1円売ってるから、まあ、2袋分買った。おかしいよ。さすがラスカル君でも言ってるよ。ラスカル君頑張って、ラスカルすごいグリーンピースばっかり買わせてくれる。アップ見てる。あ、本当のエグさを共有してほしいね。これはすごいですよね。このビデオカメラの映りだけ見てるなんかあの時思い出すの、リバーサイドね。あー、リバーサイドっぽいね。うん、もう行かないけど、ラストは行こうよ。今度行きますか。みんなも行って、一緒にリバーサイド行ってあげてって。だってラストと僕のコラボって求められてるのかなって若干あるから、ね。
みんなに、みんなに聞いてみれば。聞いてみようか。目視だったらどれくらいで終わりそう？目視だったらどれくらいで終わりそう？5分、10分、10分以内。10分ぐらい。じゃあ10分ぐらいで終わるってことがすごい。あれはマゾだね。あれはマゾディストの鏡だね。否定はできないね。うん。じゃあ今度またやすの動画を撮ります。みんなが言うなら撮ります。僕にしても。ご飯にさせてあげたいんですね。スーパードライ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 。ス
タイとかシンガポールビール何でも好きとりあえず安い感じだね、うん、甘ぬるいビールを氷で割って飲むの、絶対許せないこんなの含まれてるじゃんカピラーなのどうなの？シンガポールに住めないかもしれない。シンガポールは大丈夫。マレーシアか。マレーシア。シンガポールちゃんとこれ。いろんな施設がね、ゴルフ場とか、ゴルフ場とか見たわ。知らなかった。シンガポール行くことで。食べたね。あんまりないっていうの、うん、あんまりないからがっつり食べれる。なんか本当にたまに食べる。ニメージしてさ、味噌汁めっちゃ食べる。味噌汁うまみたいな。味噌汁行ってみたい。味噌汁。いやー大丈夫しょ、みんな食べてたことある。私、お酒とビール食べてる。ビール以外も飲むよ。ワインとかも。ワイン飲むの？ワイン飲むの？ワイン飲むの？ビールとかなんか。あー、なるほど。確か。なんかコンビニで見たことがあるっていう。一人一枚。ビールなくなったよ。すっごい。やばい。汁飲む。うん、本当におめでとう、ありがとう。すごい。